つもご利用いただき誠にありがとうございます。ジャケットご依頼いただいております。ディオールのジャケットですけれども、シミの付着状況ですけれども、まず襟ですね、着用による黄ばみです。すでに変色している状態です。袖ですね、続きまして袖口、これは何か飲食に伴うようなシミが付着して、それが日時の経過とともに産後変色している状態かと思います。左側の肩口ですね、こちらは先ほどよりも同じ変色していても明らかに色が違いますので、違う着色によって同じように日時の経過とともに変色したシーンであると思われます。ちょっとこちらの方が色鮮やかですのでね。はい、あと裏地ですね。はい、首筋部分、こちらもよく汚れております。あと脇もうっすらとですけれども、少し汚れてる感じですかね。画像ではおそらく映ってないぐらいだとは思います。素材の確認させていただきます。レーヨンと綿の混同ですね。裏地がシルクのお品になります。はい、それでは早速シミ抜きの方実施していきたいと思います。はい、ディオールのジャケットシミ抜き完了しております。はい、変色したシミですね。まず襟、はい、綺麗になってます。はい、裏地ですね、この首筋の部分も綺麗になっております。袖、はい、大きな変色あったかと思います。綺麗になっております。はい、肩口には、黄色い色素のシミ、おそらくカレーか何かだと思いますが、そのような反応を示しておりました。こちらもどこにあったのかわかんないですね。はい、綺麗になっております。はい、裏地ですね。はい、こちらは分かりにくかったかと思いますが、脇のシミ、両脇ですね、両脇うっすらとシミがありましたが、綺麗になっております。はい、すべてきれいにさせていただきました。ご利用いただき誠にありがとうございます。